はい、どうもりです。皆さん、ちょっと聞いてください。あ、別に大したことじゃないんですけど、ガチアサリは、赤ザップが、いいと思いました。急に始まって、急に何言ってんだこいつと思った人もいるかもしれないんですけど、まあ、これちょっと前撮った動画で、まあね、その時はね、真剣にゲームしてたんで、全く喋ってなかったんですけど、まあ、なぜいいのかと、今説明します。まず、アサリは、ただアサリを入れるだけ、まあ、キルもして、人数よりになったところでアサリ入れるゲームなんですけども、なんか、打ち合うことそんな、ないんだよ。まあ、結局ね、まあ、今この試合にはいないんですけど、クーゲルとか、まあ、そういった射程の長い武器で、ちょっとね、雨とか使われて、で、結局、アサリ入れられるってことがね、多くて、それで負けてたんですけど、なんかもうさ、まあ、戦わなくていいやと思って。まあ、戦うって言っても最低限味方のカバーと、かぐらいで、まあ、大体は今みたいにロボットボム使って倒す。そして、まあ、このハイパープレッサーと一緒に合わせてあげたり、まあ、無理しないでね、合わせて、マルチミサイル撃つと。でも、暇な時は、アサリ集めて、あと、塗り状況良くするっていうことやっとけば、なんか大体、勝てんじゃないかなと思ったんで、まあ、ちょっと赤ザップで、行きました。なんかいろいろね、考えた結果ね、赤ザップいいんじゃねえと思ったんですよ。まあ、正直、いつも使ってる武器じゃないので、まあ、そんな倒せるとは言いませんが、まあ、弾当てるくらいはね、誰でもできると思うんで。おー、じゃあここからは解説をしていこうかと思います。うなぎの実況解説でございます。実況ではないか。はい。まあ、解説って言っても、この時何を考えてたかなんですけど、これ味方と一緒に傘をね、落としに行きました。で、これ間違えて持っちゃいました。これ、失敗。これ、ね、持った瞬間に、あ、これやっちまったなと思って。発狂発狂。あ、でも味方側、お尻拭いてくれましたね。僕が失敗したのをちゃんと帳消しにして入れてくれた。で、これ意外とね、カウント進むんだよ。で、まあ、アサリ拾ってって、ゲージが切れるまでに行きたかったんで、なんか二人倒して、入れると。で、なんか後ろから攻撃してきたから、腹立って後ろに打って、倒して、なんかまた来て、腹立ちました。はい。まあ、カウントは結構進んだんですよ。まあ、普段は、そのあんまデスしない動きをして、まあ、ああいう時はね、デス覚悟で、まあ、自分やられてもいいので、まあ、これやられちゃったんですけど、これは、ドンマイ。相手が上手かった。あんまね、やられないようにボム投げて牽制したいですよね。まあ、カウンター来てるんですけども、まあ、そこまで焦らずに今2落ちしてるんで、味方と一緒にね、索敵して、なんとか止めました。はい。いいね。もうダイナモを味方と一緒に倒す。この味方の動き見てあげてね、一緒に動いてあげるってのがね、やっぱ赤ザップ大切なのかなって。対マン ?1 対1の対マンはそんなに、死に行かなくていいと思う。もうボム投げるだけ。まあ、戦っててあるボム投げてくるやつあんま好きじゃないんだけど、あ、この時はずっとやってました。若葉シューターとかのボムしか投げない。あれあんま好きじゃないんですよ。個人的になんか、バカの一つ覚えっていうのかな、なんか同じこと一回、例えばスマブラだったらリンクの回転切りみたいな、回転切りしかしないやつちょっと嫌いだったんですよ、昔からちっちゃい頃からね。これちょっと芋ってます。潜伏して、で、今、アサリ確認したんですよね。アサリここに確認して拾って、まあ、奇襲をかけていくと。で、下のも拾って2個入れる。今ね、敵ね、全部自分の方向行ってたんで、自分の陣地の方向行ってたので、こっちの攻めでね、守ることができました。まあ、これね、3落ちしてるから、あんま戦いたくなかったんですけど、引きましたね。なんか、クワッドホッパー。クワトッパ生き生きしてるな。さあ、マルチミサイル撃っていく。まあ、ここら辺はもう、ほとんど覚えてないです。うん、3日ぐらい前なんでね。この戦いしたものね。やっぱり、ボムとかさ、強いよね。
まあ、ここ敵集まってきたんだけど、なんか外してるからラッキー。2個外してるわ。これワンチャン入れられてたら負けてたんじゃない？そんなことない？まあ、覚悟が難しいな、下からのね。まあ、というわけで勝ちました。いいですね。提灯やんこのギアかわいい。そうそう、キルもね、アシストでいっぱい取れるんですよ。はい、ステージ変わりました。アロワナモールです。アロワナモール何してたっけ。とりあえず塗ってたのかな。最初マルチミサイル撃とうかなって思ってたな。でも意外とたまらないんですよね。もう少しでたまる。たまって撃っていく。ここでロングブラスター見えて、ロングブラスターに、ロボットボムと、さっきのマルチミサイルの影響かもしれませんが、なんか倒していく。で、これね、倒したかったね。これちょっとビビっちゃったな。もっと当てに行けばよかった。直撃をちょっとビビってました。もったいない。さ、右通路取られてるから、これちょっと危ういんですけど、なんか、下からね、ジェットパックで、来たところを、味方のローラーさんかな？ローラーさん倒してくれました。優秀。ここはちょっと味方の復帰待ちかな。大体アサリ10個集まってないんで。そんなに焦んなくていい場面。まあ、相手さん落ちしましたね。なんか大体味方がね、やってくれたんよ。自分何もしなくても味方がやってくれたから、まあ、マルチミサイル撃ってボム投げてるだけっていう。本当にそれだけでも強かったな。あのカトーパの引き打ち結構やらしいんで、そんな深追いはしない。でも相手に落ちしてるから、結構前に出て攻める場面なんですけど、ちょっと行きづらいですね。やっぱクワッドホッパー怖いな。自分が使うのはいいんだけど、なんか敵に使われるとすごい腹立つ、この武器。クワッドホッパー。相手からしたら、俺のこの、ロボットボムめちゃくちゃ投げるの多分相当嫌がってると思う。ブラスターとかも何もできないと思うんです。これマルチミサイル撃つために一回引きました。いやでも相手溜まってるから来るんだよな、絶対。な、これ危ない。丸ミサで一人倒していって、右通路も倒しましたね。そしてなんか味方が入れてくれたんで、これ真ん中から行っちゃうと、止められちゃうんですけど、このジャンプすることによって、入れることができる。さあこれ倒して、これアサリもっと入れたかったんだけど、ちょっと敵をね、倒しに行っちゃってね。これもっとね、カウント数なんだけど、やらかしましたね。ちょっとやらかしましたね。もっと入れとけばよかった。いや、敵いると倒していっちゃうんだよ。癖が抜けない。特に赤サップ使ってるときはもうカウントとか優先で見て、今ちょっとミスったんだけど。完全にミスや、今の。相手20溜まってんのやばくない？これ何してんだろう。あ、マルチミサイル溜めてんのか。マルミサを下のやつに撃ってって。あ、なんかめっちゃ逃げてる。あ、もう完全に味方に任してるわ、アサリ。俺は下のやつ倒してたな。これ裏から入って、ブラスターこれ倒したいんだけど、ちょっと一発もらっちゃったんで回復します。ちょっと塗って、なんか多分見られてると思うんで、これ直撃狙いしてきた敵をね、倒せましたね。なんかあそこにいたんで、もう一枚もやっときました。まあ、通路は挟むのが強いから、まあ、さっきブラスターにやられなくてよかった。ボムと、これ丸ミサ溜まってるから撃つのか？これは撃ちたい場面。上から来るのに撃ってしまった。ちょっと焦ってるな。さあこれ下に下ろされて、下のやつがいっぱい持ってるからあいつを倒したい。あーと、要から来てしまう。あー、なんか下にもいる。
これな、リードされちゃったんだよな。おー、なんかめっちゃ入れぐっ。これはちゃんと守って。まあね、塗り返してね、行きましょう。まあちょっとリードされちゃったのは、痛いな。これマルチミサイル撃ったんですけど、ちょっとタイミング早かったかな。もうちょい攻めるタイミングで使いたかった。これブラスターを倒せない。直撃もらっちゃったのか。今までさ、一度も直撃をもらうことなかったロングブラスターに急に直撃をもらって、なんかもうブラスター戦いたくなくなる現象。これ持っていきたい。これ持たないと負けてしまう。これ入れないともう勝てるビジョンはないので、入れに行かなきゃいけないんだけど。あー、ダメだ、これもう。これ負け試合か。こっから勝つビジョンが浮かばない。あー、オールダウンだ。負けましたね。まぁ、ちょっとね、動き的な、のは、まぁ、悪かったか。アサリを見れなかったのがちょっと敗因だったんだけど、まあ、攻めるときに、そのマルチミサイルとロボットボムを使うことによって、うん、結構ね、キルが取れる！はい、再びアロワのモール。これリベンジマッチだな。意外と使ってみてね、赤ザップ、全然戦えたんだよね。キルが取れないとかじゃなくてね、なんか、使いやすかった。この武器ね、レンジャーがあって、結構濡れるしね、使いやすいんですよ。これインクなくなってやられてしまった。これちょっと恥ずかしいわ、なんか。さあ、相手20点入れてくる。これはあんまりカウント取られたくないな。ちょっと入れられてるけど、どうだ？結構入れられてるね。あ、防ぎましたね。あ、よき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 。ちょっと自分何もしてないや。ボム投げてるだけ。さあ、これはカウンターで持っていくべきなのかな。味方がね、左通路取った瞬間にジャンプしようかなと思ってる。暇だから塗ってますね。な、これはね、身落ちしてるからいけないんだよな。マルチミサイルも少し温存してましたね。うおーっと、これはきつい。まあ、ジェットパックに打っていって、丸美里をメインでしっかり倒していく。でっかいアサリ持ってるからな、無理はしたくない。わ、危ない。場所バレてるから。あ、帰った。ってことは味方が攻めてるってことだから、自分もジャンプしていく。これ入れたい！入れたー！一枚倒したー！仕事をしたぞ！リードしたぞ！さあ、オールダウンになってしまったんですけど、まあ一応リードはしたと。マカサップ、今ちょっと見てたのわかると思うんですけど、塗ってるだけ？自軍塗ってマルチミサイル貯めてるだけ？で、でっかいアサリ持ってジャンプするっていう、もうこんだけ。まあ、自分はサポートとして生きているんで。ま、攻めない人だったら今のでいいのかなって思います。まあ、ハイパープレッサーとかの方が絶対強いけど。強いんだけど。どうなんだろうね。マルチミサイル好きな人用かな。だんだん自信なくなってきたな。赤サップ使いやすいよって言ってるけど。自分の見てたらちょっと恥ずかしくなってきちゃった。赤ザップ持って、敵陣地に、あ、お、なんか捨てたぞ。おいで、なんか捨てたぞ。アサリを。あ、やられた！これちょっとダメダメですわ。やばいやばい、リードが。リードされちゃう、リードされちゃう。あ、ジェットパック使ってるな。ジェットパックに突っ込んでいったうなぎ氏。うなぎ氏危ない。おっと、味方二人ジェットパックにやられてしまう。これしかし守らなくてはいけない。
下からも来て、下からまず倒したんですけど、雨と一緒にやられてしまうと。いや、これは入れられたな。入れられましたね。立ちっこはあさり入れられたら逆転されちゃうんですけど、結構入れられそうな。おっと、これは味方のクーゲルが強い。あ、しかし入れられてしまった。後ろかな？まあ、防いだっちゃ防いだね。まあ、リード1許された。まあ、いい戦いですね。やっぱ見てるとわかるんですけど、クーゲルとか強いな。なんでクーゲルとかさ、射程長いのに、単射程モードとかで近くで戦えんの？普通になんか、ザップとかに打ち勝てるの。ずるくない？あ、やばい、左上にいる。これは活かせない。味方と一緒倒していく。相手のこのアサリが無駄になりましたね、多分。相手は、あれ一人。そいつだけ、そいつだけ、いけ、頑張れ。よーし、ナイス、過去のうなぎ、ナイス。とりあえず味方と一緒に前行って、リードしていく。おー、なんか倒した。後ろの、バケツも相打ちか。30止まりかな。最後防衛で、ちゃんと防衛できれば、勝てる。いや、味方のクーゲルのビーコンがいい仕事してるわ。下のやつ倒して、うわ、これはね、ちょっと、やばいんだよ。一回、潜伏かまして、後ろから、もう一人ぐらい持ってきたい。ナイス！さあ、マルチミサイルしっかり撃っていった。スーパージャンプですね、これ。スーパージャンプ来た。こいつと対面を挑む。さあ、相手、クイボと、スプラッシューター、ちょっと不利だけど、不利なんだけど、場所で勝っていく。このオールダウンだ、よっしゃ、勝ち。意外と赤ザップ戦えたでしょ。なんか楽しめたんで、動画にしました。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。別の動画も見てください。今日また上がるんで。じゃあねー。